ヒカキンが不審者接触者はもちろん、なんかそれ、わかんない、なんかニュースになってたけど、見てないんだけど、それ何なの？そのヒカキンさんがやられ、なんか、襲われたみたいな。ストリーマーフェスで不審者に、あれか、昨日ソラルさんが出るっつってたやつか。昨日ソラルさんが出るって言ってたやつじゃん、それ。俺が呼ばれなかったやつだ。ね。あ、これか。あ、いや、てか、その、なんていうのかな。なんか、そういうの増え効た果よが、な。この間の、なんか、あれから。こう、なんていうのかな、こう、人前というか、この場所特定できる場所で何かこう、イベントやるみたいな、できなくなっちゃうよね、ほら。これか。うさぎの色がチームの色。いや、こわ、ちょ、これ、あ、怖四す隅ぎのるわ、配置これ、が、ほん、皆なんなん、これ。さん、はじめまして。僕、世界一かっこいい男になりす。色がチームの色。あ、四隅の配置が違皆った。さん、効果が、うさぎの色がチームの色。あ、四隅の配置が。いや、これちょっと待って、マジ怖すぎんねんけ皆ど。さん、はじめまして。めっちゃ声通ってるけど、この人、なん、演者の人じゃないの？違うの？僕、これ不審者世な界一かっこいい男になります。プロデあ、要するいや、これやばいやろ。あ、ヒカキンのマイクの配置が、うさぎの色がチームの色。あ、四隅の配置が違皆った。さほんまや、ほんマジまでや。よう見がたら、チーなんムかのこう、色。ピンマイ、ピン。あ、四隅の配置が違皆った。さんマジどうすんの、こいつが、そのショットガン持っめまたら。して。知ってるやん。僕、世界一かっこいい男さあ、ということで、はい、びっくりした。まあ、外部からの、ね、入場もありましたけれども、はい。さあ、ということで、今の結果は、もどかさんがどっから入ってきた？これ、てか、これば、あ、もう、無理や。俺も、人前での怖くなっちゃった。お前だったらどうしてた？いや、多分ビビって動けないと思う。これでも、ヒカキンさん、ちゃんと偉いな。護衛してんな、こう、手塞いで。の配置が皆さった。ん、はじめまして。さんが最初何の人なん、これ、マジで。今、外部からの入場がありまして、今、スタッフの方で対応しております。さあ、雑さん、会議外部今、からおの聞きですか入ね、大丈夫場。ですかてね。か、騎士タイガーさんやん。はい。さあ、今、規制いが入っや、ておりちょ、ま笑して。ってるやん、こいつ。はい。いや、やばちょっと待って、怖すぎ。鳥肌だってんけど。だって、ほんまは、こんな登壇場っていうか、
何、絶対一般人入れない場所やろ。一般人入れない場所ってことは、その警戒に警備されてるはずで、要は警備かいくぐってきてるってことは、その手荷物検査とか何もなしの状態でもう入ってきちゃってるわけやから、そいつが仮に凶器持っとったらもう多分3人とも殺されてるよ。これちょっとトラウマになるわ。弱ったっすね。よかったっていうか、なんもなくてよかったな、これマジで。これね、どう、ってか、どういうその心理なん、このなんか。え、信じられへんねんけど。いや、なんか俺も一瞬どうせ仕込みなんやろうとか思ったけど、これマジでやばい人っぽいな。大丈夫ですかね。はい。さあ今、規制が入っておりますので気をつけてください。はい。さあ今、この笑い規制が声入っだっておりて、ますのこで気をつけてくいつやろ。ださい。え、狂っちゃってるやん、だって。規制が入っておりますので気をつけてください。え、狂ってるやん。なんでこんなことすんの、これ。ください皆様。はい。効果が、うさぎの色がチームの色。あ、四隅の配置が違皆った。さん、はじめまして。あれって、これ蛇足さんじゃない、これ。え、蛇足さんこの前におったんや。いや、だって俺もうこの映像見てて過呼吸になりそうやもん、なんか 過呼吸になりそうやねんけど。シャレならん。シャレならんな。だからもう事件やん、放送事故とかじゃなくて事件やん。はい、いや、ヒカキンさん、ドキドキしましたね。まあ、生配信です。あ、四隅の配置が違皆った。お前、この夢で誘われた？いや、誘われてない。いや、これもこの間、その京都でこの人前に出るイベントがあったんですけど、まあ別に無事に終わったんですけど、いや、でもその確かに冷静に考えたら、まあその警備するって言っても、ねえ、その刃物なんかさ、そのカバンの底とかに隠し持たれてたらさ、もうわからんやん。服のなんか内ポケットとかに入れられて、こう、急になんか近づいてきたと思ったらもう、気づいた時には多分刺されてるやろうし。